Radio AINet. Internet Radio on is a hub, your Bay Reclamation problem.有明海漁民市民ネットワークがお届けするラジオ AI ネット、本日は2018年7月22日第39回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の諫早湾の締め切りから7769日となります。 AI ネットの A は有明海、 I は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれません。もし音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、#RadioAINet、#RadioAINet となります。では、本日の出演者をご紹介します。この番組では、有明海漁民市民ネットワーク、私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれども、その漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。まず司会を担当します、私は矢島と申します。どうぞよろしくお願いします。そして漁民ネットの事務局長でもある菅波保さんです。よろしくお願いします。菅波です、よろしくお願いします。はい。そして吉川貴子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから今日はゲストとして、フリーライターの佐久間純子さんに電話で、あ、ごめんなさい、スカイプでご出演いただきます。はい、こんばんは。佐久間さん、どうぞよろしくお願いします。はい。本日はいつものように、まず最初にゲストコーナーということで佐久間さんのお話を伺いまして、その後に、ニュースコーナーとしてこの1ヶ月の諫早湾干拓問題の、ニュースをご紹介していきたいと思います。はい、それでは佐久間さんのお話を伺っていきます。はい。佐久間さんとは私はもう本当に20年以上前からの、知り合いで、最初はそのパソコン通信で知り合ったというようなことで、その後諫早の活動なども一緒に、やらせていただいたりしたわけなんですけれども、まず、佐久間さんの自己紹介ということで、これまでその環境保護の活動、どんなことをやってらっしゃったか、あるいはその諫早問題にどんなふうに関わりを持ったかみたいなことを少し振り返って、自己紹介としてご紹介いただきたいんですけれども。はい、分かりました。じゃあ、はい、どこからどこまでつながってるかな。まず、環境保護、そこからは後から出てくるんですけれども、はい、パソコン通信をきっかけにして、自分が関わる自然保護の運動の内容とかやり方が変わったなと思ったので、そこから説明をしますね。はい。はい。私のメールアドレスっていうのは1987年か88年に取得したものなんですよ。まだインターネットができていない頃。はい。その頃、最初の頃は、もともと週刊誌の記者でしたし、フリーライターでしたので、原稿を送るために、始めたんですけれども、ニフティサーブという当時の、大きいいくつかのパソコン通信の一つだったもんですから、はい、そこの、フォーラムという、関心のあるテーマに沿って集まっている人たちの仲間の中に入っていくことによって、自然保護の色、自分の関心のあるテーマ以外にも目が開いていくというのを経験しました。で、はい、諫早湾干拓問題にこうつながっていくのは、そんな過程の中で捕鯨問題に少し首を突っ込みまして、いろいろ勉強していて、でネットワークの上で、議論会議室を開くっていうのがあったもん、それでいろいろ知って、
そのうちグリーンピースジャパンの手伝いなどをしているうちに、はい、あの話は長くなるんですけど、つながっていったんですね。ですから私は諫早干拓問題にまず関心があったっていうよりも、そこからこういろんな芋づるを引っ張っていったら、いろんな自然保護しなければいけない自然はあるんだけれども、ここでいろいろつながってるなっていうのを知ることができたところに、インターネットがありました。なので、まあ、仕事の役にも立ったし、仕事をしながら、はい、もう関わってる自然保護の中でもネットが役に立ったっていうか、切り離せないところにいる感じですね。それが始まったのが87年か、はい、っていうことは30年長いです。そうですね、はい、はい、今お話の出たそのニフティサーブの、まあ、自然環境フォーラムですね。これは、うん、私もその本当に最後の方の段階で参加したっていう、まあ、一人なんですけれども、当時は日本の自然保護運動をなんかこう牽引してたというような気もして、大げさな、うん、僕は本当にそこでね、いろんな人と出会っていろんなことを勉強して、そしてまさにこういろんな自然保護運動の考え方とか、あるいは作法とか、そういうものをそこで学んだような気がしたんですけれどもと、まあ、私があんまり喋ってもいけないので、まずもうインターネットが今のように本格化する前にあった、そういうパソコン通信での、まあ、自然保護運動、人々のつながりみたいなものを少し佐久間さんからご紹介いただきたいんですけど、どこまで話せるかな、話せるかなっていうのは、その、まずね、インターネットが出てくる前というのは、どこかの会社がやっているパソコン通信に、まあ、有料だったり無料だったりでと加入して、しかるべき通話料金みたいなのを払いながら、はい、自分で打ち込んだ考えやなんかを人のも読めるし、自分の考えなんかをまとめて投稿するっていうテキストだけの時代でしたよね。それこそ先ほど始まる前に矢島さんおっしゃってたけど、夏場になるとつなぐためのモデムが加熱して、はい、落ちるってことありましたよね、通信ができなくなっちゃう。私もアイスのものを受けながら入ってましたけど、はい、いくつこの問題の人たちだけが集まるとかではなくて、広く自然環境問題について議論する場所っていうのが、自然環ニフティ自然環境フォーラムという名前でできたのが、1994年かな、はい、に初めてですね、そういう形で、できたと思います。でそれを牽引したというか、企画して、開くことをに、まあ、尽力したのが、今はちょっと死んじゃったんですけど、はい、猫が好き音符っていうハンドルネームの人がやって、はい、出てました。で、彼は徹底的にネットワークの人で、外には出てこないっていう感じの人でした。はい、今で言ったらネトゲ廃人のスレスレのところでいたような人なんですけれども、まあ、ゲームじゃないけれどもね、そういう人たち、そういう人が牽引してあっちこっちでいろんな環境保護運動とかやってる人たちが、集まってきて、で自分が関心があるけれども詳しくない分野についてもそれなりの人がいろいろ書き込んでるのを読むっていうことができたので、だんだんあそこでいろんな横にこう広がって自分の知識が広がっていくっていうのを感じた場所でもありましたよね、はい、そんな中に諫早湾の問題って、あれは何年でした、自然の権利訴訟なんかが始まったのって、ね、第一陣訴訟はね1996年7月ですね。だから締め切りより少し半年ぐらい前に始まっていて、なるほど、ね、っていうことなんですね。ありました。だからその頃、その頃インターネットに、突入して、インターネットのが割と普及していくちょっと前の時代ですよね、諫早の締め切りがあったのは。だからあの頃はまだなんだ、参加する人たちがちょっと限られてて、でもそれだけに熱意を持って勉強しながら関わってた時代でもありますよね、はい、で逆にその参加する人は限られてたっていうのと、また逆の見方もあって、本当に各地 の,
いろんな環境保護問題で中心的に活動されてる人とか、あるいは弁護士の方とか科学者の方とか、本当にこういろんな分野で精力的に活動してる人がこう一堂にそこに会して、でいろんな問題をそこで話し合って、まあいろんな問題を一緒に運動したっていうような、私はこう、なんていうかな、そう思いがあるんですけどもね。で、なんとなくインターネットが普及してから逆にそういうことができにくくなったんじゃないかなと思ったりして、インターネット、何なんだろう、発信しなきゃって思ってる人たちが、仮媒体じゃない方法で発信できるっていうんで、すごく一生懸命利用したってこともあるでしょうね。で、ここに来ると、それなりの、品質の情報とか議論に出会うことができる場所にはなったけど、場所がなくなったっていうよりみんながやり始めちゃったんで、雑草が生えたらば、もともと植えたものが何だったかわからない畑になっちゃったっていう感じかもしれないですけどね。で、そ今は。こで諫早湾干拓問題というものも割とこう中心的に取り上げられて、で、そうですね。漁民ネットで言うと、やっぱりこれももうなくなってしまったんですけども、羽生洋三さんっていう方が割とそこで諫早問題をいろいろこう発信して、でそれをまたみんなでこう広げていったっていうようなことだったと思うんですけどそうも。ですね。私にとっては羽生さんっていうよりも彼のハンドルネームの張志敏さんっていうのが、頭の中には今でも残ってますけどね。いろんなことをそこでみんなが真剣に考えていた、かつ行動していたわけなんですけども、そんな中にその農水省の職員が紛れ込んでくるっていうような事件もあったんですよね。白ドーかっキたンで事す件とね。いうふうに私たちは呼んでいて、そのドーキン事件の時はまだ私はそのパソコンのその会議室に参加してなかったんですけども、ああ、そうだっこたのっあたけ。りちょっとエピソードとして佐久間さんから少しお話しいただけますか？わかります。細かいこと覚えてないんですよ。でも、あたかも諫早の一般市民なんですけれども、いや、干拓してもらった方が、いいんだよね、みたいな感じで、何かのイベントの時にも、松五郎が美味しかったとかなんとか書き込んだんだったかな、なんだか変な人だったんですよ。ただ、地元の人って言って現れてしまうと、一応ちゃんと聞かなきゃと、尊重しなくっちゃこの人の言うことをって、みんなやっぱり膝をちゃんと直してですね、傾聴してしまうっていうところもあったわけですよね。で、そこにうまいこと入ってきやがってですね、いたんですけど、ここから先がその現実世界とネットの世界の接点が面白いところで、いや、ドーキンって実はあいつだっていうのを地元のとある人が気がつくんですよね。で、その情報が、フォーラムの中にもたらされるわけですよ。なんだとっていう話になったんです。それで、締め切られた年の7月かな、その猫が好き音符っていうのと、私は島の娘という名前ですけれども、ちょっとどんなやつか見に行ってみようかっていう話になって出かけたんですよ。だからネットと現実世界がそこでつながるというのをね、見てきましたね。面白かったですね。まあ、で、会えたんでしたっけ？何何、会えたのよ。結構大雨が続いた後だったので、諫早のあたりの田んぼはもう水に隠れてて、道なんだか田んぼなんだかよくわかんないところに、まずその日は着いちゃったんですよ。で、彼の勤めてるところは分かっていたし、で、私が島の娘だっていうこと、どうもドーキンさん気がつかないで、そのニフティの上でやり取りして、じゃあ、何日はいますからどうぞとかってやり取りしちゃったんですよ。で、なので、佐久間ですって言って会いに行って、まあ、ライターですっていうような感じで、彼もそのドーキンさんに会いに行って、私は会いに行ってないんですよ。彼の事務所に会いに行って、で、いろいろ締め切りじゃないや、干拓問題について聞くみたいな感じになったんですよね。で、その時に猫が好きもは徹底して本名を名乗らない人だったんですけれども、で、そこの人は誰ですかって言われて、彼はブツブツっと自分の名字を言ったもんですから、多分ドーキンさんはその
時森さんだと思ってるんですよね、はい、だからまさかそれが猫が好きだとは思わないで、うん、私と猫を、ドーキンさんは自分の車に乗せてくれてあちこち案内してくれて彼の考えなんかを聞かせてくれたんですよ。へえ、そんなことがあったね、うん。まあ、今あのドーキンさんって言ってますけど、ドーキンっていうのはあのワラスボのことなんですよね。ワラスボのことを諫早の方ではドーキンって呼んで、そのドーキンっていうのをハンドルネームとして使っていた農水省の方ということなんですね。あ、でも役人がねあれをやったんで、この野郎っていうのはまあ私も猫もそう思ったわけですけど、はい、まあ、今で言う農水省からあの森山町に出向してた人じゃなかったですか、うん、そう出向してた人ですね。なんだっけ、鎌田さん、そんな名前の人でしたよね、うんうん。でね、後で令状の、あ、令状っていうかお礼メールを送ったら、島の娘さんだったんですかって、その時初めて彼は気がつくんですよ。うーん、ねえと思ったんだけど、もう一人が猫が好きだったら多分とうとう気がついてないっていうか、ま、気がつかなかったんじゃないかな、はい、彼は。でも私たちも、ま、いつ締め切られてしまうんだろうって思いながら、あの時はあの半年1年ぐらいかな、あのその前から干拓問題に関わって渋谷 の交差点のところで署名活動なんかしたこともありますよね。昔だ、あの今オフ会って言ったらば多分飲み会だったりするんでしょうけれども、署名やろうよって言って集まって渋谷 の八甲前でやったっていう記憶がありますね、はい。あの時もだからあえてネットで呼びかけて、現実にその署名に、あ、署名をする側ですね、集める側になって、あ、はじめましてって言いながら一緒に署名をするっていうの面白い作業だったんですけどね、はいはい。で、あの自然環境フォーラム もう最後の方になると、だんだんこうインターネットのホームページっていうのも各方面でこう立ち上がってきて、で諫早湾に反対する意思表示としてホームページ の、うん、背景を黄色にしようっていうね、この後話になると思うんですけど、うん、あの原田圭一郎さんっていう自然の権利訴訟の原告の方が、うん、あの黄色いハンカチを掲げるっていう運動を現地でやってて、まあ、それにこうするような感じでみんながこう黄色の、バックのホームページを作って諫早湾に対する、まあ、反対の意思表示をしたなんていうこともね、ありましたね。あの時の、うん、あれは黄色がカラーだったもんね、諫早の、はい、もうなんか原田さんの名前も懐かしい。この辺本当に話し始めると、もう止めどもなくなってしまうんですけども、はいはい、ちょっと次の話題に進みたいと思います、はい。で、まあ、そこのニフティ自然の環境フォーラムで、うん、まあ、中心的にこう集まってきたのが、割とここの自然の権利訴訟にも関わっている方だったと思うんですけれども、はい、今諫早湾の訴訟といいますと、まあ、いわゆる漁民対農民みたいな形での、うん、漁業被害に対する裁判であるとか、あるいは開門するなといった裁判とか、うん、そういうことになっているわけなんですけども、実はその前に割と諫早の市民が中心となって自然保護としての裁判を起こしたということがあって、まあ、それがちょっと今僕忘れられてしまったんではないかなと思ってちょっと心配もしてるんですけれども、はい、その辺まず自然の権利という考え方と、それから諫早湾での自然の権利訴訟というものを簡単にはなかなか説明できないと思うんですけれども、はい、お願いできればと思うんです、はい、すいません、はい。自然の権利っていう言葉の意味が大変定義がいろんな、それぞれの人によってさまざまになっちゃうもんですから、はい、そこは触れずにいきますね、はい。まず94年に、奄美で、まあ、ゴルフ場がどんどんできちゃってて、これじゃあもう奄美が奄美じゃなくなっちゃうよっていうんで、地元の人たちが、奄美のクロウサギとか、そういう奄美ヤマシギとか、自然にいる奄美らしい動物たちも原国に加えて、まあ、これ以上開発をしてくれるなという訴訟を始めたんですね、はい。それが日本で初めての自然の権利訴訟っていうものです、はい。でそれはその動物が
まるでに人間を訴えるような形に見えたもんですから、それなりのインパクトがあって、奄美のゴルフ場は、まあ、いろんないきさつがありますけれども、その時の開発は止まりました、はい、でそういうインパクトのあることが同じ、まあ、九州地方といえば九州で起きたもんだから、その諫早湾の干拓が本当に始まっちゃいそうだっていう時に、なんだっけ、愛野町って言うんでしたっけ、原田さん、そうです、はい、で彼がこりゃーっていう思ったもんで、裁判、俺たちも裁判をしようじゃないかって言ったと。でその時彼はまだ山下幸文さんとも何 の, あの縁もなかったんですけれど、うん、相談しに行ったら山下さんがそりゃいいとやろうっていうんで始まっちゃったらしいんですよ。で、実はあの自然の権利訴訟っていうのは本当に日本の裁判の中で有効なんだろうかっていうのは、弁護士たちだっていろんな意見があってガヤガヤと議論していたんですけれども、議論していたんで、いくつかのこう弁護士グループがあって、まあ、ポツポツと始まっていくんですけれども、はい、諫早は突然だから始まったんですよ。だからあのなんだっけ、原田さんが、なんかやりたいって言ったら、山下幸文さんよっしゃ、じゃあここで発表したるって言って発表されちゃったもんだから、それから弁護団ができるっていうような作りだったんだけど、諫早湾がすごかったのは、そこまではみんなあの象徴的にそこで住んでる動物を原告に加えようとしてたんだけれども、はい、諫早湾そのものを原告に据えちゃったんですよね。はい、そういうところが山下さんの発案としてすごかったし、あ、本当にそのかわいい動物を守りたいっていう誤解が広がりそうだなって思ってたところに、まず本当はあのみんな取って食べてるムツゴロウが原告だったり、それからそのものが原告だったりっていうことでは、諫早湾の訴訟というのは結構あの一つ自然の権利訴訟が一つこう展開していくきっかけになったものでもあったんですよね、はいはい、うまくいったかっていうと大変複雑な裁判だったので、最後までいかなかったんじゃなかったっけ、途中でなんとなくだんだんあの漁民の方の裁判に移っていったような印象で覚えてます、はい、長崎地裁では原告敗訴みたいなことになったんですよね、うん、裁判で勝つか勝たないかっていうのは もちろん重要なんですけれども、はい、裁判を続けることによってその隠されて あんまり隠匿されてたようなし情報が、裁判という訴状に出てくるとか引っ張り出せるとか、はい、皆さん訴訟を続けることによって、毎回毎回 PR 広報することでみんなの関心を呼ぶとか、いろんな効果は あるもの、はいね、はい、だから今のようなその漁業者が自分の権利の侵害とか被害を訴えるということではなくて、まあ、むしろその自然界の動物とかあるいは諫早湾とかそういうものが原告となって、そういうものが被害というかそのそうです、ね、権利侵害を訴えるという裁判だったわけですよね。ちょっと新鮮な響きはあったと思いますけれどもね、はい、でもあちこちで起きるとね、あちこちで象徴的な動物生き物なんかが原告になっちゃうもんですから、これもまた最初の奄美の時ほどのインパクトはなくなっていったっていう気はしますけどね、はいはい、で多分最近のその裁判のことしか知らない人がこの話を聞いた時に、どうしてその時そういう漁民は被害を訴えなかったとかだろうかとか、うん、その漁民自身が原告にならなかったんだろうかって不思議に思うと思うんですけども、諫早湾のこの干拓問題っていうのは、それこそ干拓事業が始まる前には漁民の大反対闘争っていうのがあったんですよね。で、それが補償交渉が妥結するとか、あるいはその締め切りの面積がこうだんだん少ない小さくなるとかっていう中で、一回漁民とその、まあ、の国はこう妥結して、で、事業が始まってしまったという経緯があって、その後はその表向きに反対する漁民がいない時期というのが、まあ、締め切りまでずっとこうあったわけなんですよね。でその中で市民がいかにしてこの干潟を守るかとか、あるいは事業を見直し中止させるかっていうことを悩んだ時に、まあ、こういう自然の権利訴訟とか市民運動っていう
ことがそこで行われたという、まあ、そういう時期だったかなと思うんですけれども。そうね、諫早の方をずっと関わってた人から見たらばそう見えますよね、はい、だから漁民の方がこれ以上どうなんだろうっていうところでひょいと出てきたっていう感じがしたかもしれません、はい、まあ、うまくつないだっていう形に見えればいいんだけどね。そうですね、はい、ですから、まあ、その自然の権利訴訟第一陣第二陣とあって、で、その終わり頃に例の2000年のあの海苔の大不作というのが起こって、はい、今度はまた再び、漁業者が自分たちの被害権利侵害に対して立ち上がって裁判を起こすという形で、再びそこで今度は漁民の裁判というふうにこう市民から漁民運動みたいな形でこうバトンタッチって言ったら変かもしれないんですけども、そんなふうにこうリレーしてきたっていうことかなと僕はこう思ってるんですけれども、そういう意味ではあれよね、諫早湾のこの運動ってうまいことこう いろんなあの人の顔ぶれは変わりながらなんですけど、ずっとつながってってるからすごいなって思うんですよね。そうですね、僕も振り返ってなんとかそういうふうに感じることがよくあります。はい、それでもう本当に時間が予定の時間がもう過ぎてしまうような状況なんですけども、はい、せっかく佐久間さんにご出演いただいたんで、少しその日本の水産行政の問題点みたいなものを、まあ、これも簡単な話では済まないと思うんですけども、うん、まあ、我々からすると水産庁っていうのは、まあ、農村振興局とか農政局よりはマシ、まあ、海苔第三者委員会も割とこう水産庁が仕切ったので、その開門の提言というものが出てきたような気もしたんですけれども、だから我々はどっちかというとちょっと水産庁に甘かったりもするんですけれども、佐久間さんはずっと捕鯨問題とか通して見ていらっしゃって、何か水産の方から見てましたらね、はい、農林水産省、もともとは農林省ですよね、あそこって、そこに水産が後からくっついた。しかも水産庁って農林水産省の外局ですよね、まあ、そういうところで水産だけを専門にしているところが水産を担当してるんだけど、これ自然保護から言うと大変やりにくいんですよね、なぜかっていうと環境庁ができた時に、林野庁が扱ってた鹿とか熊とか、もともとはほら漁をしてる人、猟銃を持って捕まえた人たちの、動物っていうのはもはやその時産業として成り立たなくなったんで、環境庁に移植されたけど、水産庁は海の中にいる生き物は全部水産庁の担当であると、環境省は出てくるなっていう申し合わせがあって始まってるんですよね、だから特に海の中にいる生き物というのは大変保護しにくい、保護側から考えにくい生き物だなと思ってます、水産庁は保護のために動くというよりも、今この、生き物を取っている人たちの利益を先に優先してしまうので、取りすぎててもいやいやまだまだいるんですと、海流があっちの方向いてるからそのうち来ますとか、そういう感じで、保護にはなかなか動いてくれてないなと思います。それはうなぎの話でもマグロでも、でもそうですね、まさにね、その今土用の丑の日の季節なので、うなぎのこともそこら中でこう話題になってますけれども、結局その、まあ、諫早湾の締め切りにしても、あそこを締め切ってしまったことでこう遡上するうなぎっていうものがこう川を登れなくなってしまったわけで、かつては諫早湾に流れる本名川の川でもうなぎが取れて、で実は諫早ではうなぎが名物なんですよね、うなぎのかば焼きが。だから、まあ、そういうものが、諫早湾の干拓事業によっても、そういう資源っていうものがこう、まあ、消えてしまったという状況もあり、そういうことに対して農政局、農村振興局の事業ということであると、水産庁もあまりというか全然その事業に対しては文句も言えないというような中で、まあやっぱりなかなかこう
日本の水産行政っていうものも問題が多いなと改めてね、うん、やっぱり思うわけですよね。まあ、水産行政っていうとなんか遠い話に聞こえるけど、自分たちが食べてるお魚が一体どんな由来でここ自分の食卓に届いてるかっていうふうに考えればね、はい、もう少し言えるものも違うかもね、はい、でもなかなかそれが難しいなと思ってます。はい、いやとはいえあれですよ、そんなパソコン通信の時代からインターネットに行ってさらにラジオまでやっちゃってるって私って根気強いなっていうのはとにかくいつもいつも頭が下がる思いで見てます。はい、いや実はパソコン通信の前は深夜放送世代だったものでなんとなくねそこの原点に帰ってしまうっていうような感じもあるんですけどもね。はい、いやこんな話もなんかし始めると盛り上がってしまいそうなんですけども、はい、もう本当に時間がないんで最後の一言お願いしたいんですけれども、諫早湾干拓問題今7月30日にもしかしたら、確定判決を覆すような開門しなくていいみたいな判決が出そうというような報道も今出てるところなんですけれども、今後諫早湾の開門あるいはその干潟の再生ということを、まあ、自然保護運動としてあるいはもちろん漁民の運動としてでもいいんですけれども進めていくために何が大事か、もう長年この自然保護に関わってきた佐久間さんから一言お願いしたいんですけど、メッセージを。何が大事か、そうね、うん、いや何が大事かっていうか、どうやってみんなの自分と関係がある話なんだこれって思ってもらうかですよね。はい、いや大事かっていうよりもその課題が大変だね、そう思います。昨日は実は福島県の飯舘村っていうところに行ってたけど、はい、やっぱり忘れ去られていくよね、7年経った時に。飯舘村というのは今放射能に汚染されたがためにみんな避難してたんですけど、去年の春から皆さんが帰村していいよっていうことになったけれども、いやそんな簡単な話ではないんだけれども、まるで解決しちゃったみたいに思われてるしね。はい、まあ、その話も本当はね今日もっと伺いたかったんですけど実は先ほど話した羽生洋蔵さんも福島で、佐久間さんも実家が近いところですよね、確かね。福市からは45キロぐらいですから。はい。だからもう帰れないところになるかと思ってましたよ、実家の辺が。はい。まあ、その辺はまた機会がありましたらば、いろいろ聞いてくださいよ。はい。わかりました。いや本当にね今日もう聞きたいことだらけで、自分の進行もなんかもうボロボロになってしまったんですけれども、本当にぜひ佐久間さんにはもう一度出ていただいて。はい、捕鯨問題のいろはからまた語っていただいたり、やっぱ自然の権利の考え方もね、まあ、そういったこともまた機会がありましたらお話しいただければと思います。はい、とんでもなくなっちゃってすみません。とんでもないです。今日遅い時間までご出演いただきましてありがとうございました。はい、またぜひご出演ください。はい、はい、では失礼します。というわけで、佐久間純子さんのお話を伺いました。さてもう予定時間の30分が経ってしまったんですけども、いつものニュースコーナー駆け足でちょっと話していきたいと思います。前回の放送の後のニュースということでは、まず6月25日に、開門を求める我々漁業者側の弁護団が会見しまして、開門差し止めの訴訟で却下された独立当事者参加を認めるように求める、上告理由書を6月19日付で最高裁に提出したということを明らかにしました。ということで、まあ、福岡高裁ではその独立当事者参加が却下されてしまったわけなんですけれども、舞台は最高裁に移ったということになります。そして6月26日にはこれは長崎地裁で行われている漁業者の第2審第3審の訴訟の、公判がありまして、漁業者側は、立証計画を提出して、まあ、今後、証人尋問あるいは、現地検証などを求めていくということのようです。そして7月9日、実は
これは漁民ネットとしての活動なんですけれども、漁民ネットとして福岡高裁に、申し入れ書を、提出したと。そして、福岡市内の街頭でアピール行動を行ったということがありました。これは吉川さんも菅波さんも現地で漁民と一緒に活動してきましたので、その辺の報告を少しお願いしたいんですけれども。漁民はちょっとなんかやっぱし雨の後だったりして、あまりちょっと来れなかったんですけど、でも一応4件揃いまして、今回はそうですね、はい、一応訴えてきました。裁判所おかしいでしょっていうのと、やっぱ開門しかないでしょっていうのが、開門調査しかないでしょっていうこと、それをしてもらえなかったら諦めきれないっていうような漁民から話がありました、まあ、そもそもね、この、7月30日の裁判の期日っていうのは決まってるんですけども、その結果がもう決まりきってるような報道自体が本当おかしいと思うんですよね、はい、そういうことも含めてですね、やっぱり、報道関係者にも、福岡高裁自体が認めた開門を無効化するようなことをですね、裁判所が出すのはおかしいし、もうまことしやかにそういう報道がデカデカとされてるっていうことを、それって何なんですか、ね、それ話、裁判所とかが話してるんですか、とももうそう話に聞きに行ってその記事ができてるんですかね。2、3日前のあの記事もなんか裁判所はそういう姿勢っていう風に、あれ熊日のですか、書いてる。今朝の朝刊から昨日かな、開門命令執行の降参とかっていうね、タイトルで一面トップに出てるみたいですけどね。あんなこと書かれたら裁判所がそんなこと言ってませんとかね、こんな見込みの記事を書くなって言って文句言うぐらいじゃないとおかしいと思うんですけど、書かせてるっていうことですよね。だからけしからんですよ。毎日取材に行ったのかな、あんな裁判所から離れたとか。違う、農政局に近いからのことなの。いや、それにしたって、いや、裁判の結果について取材されて裁判所とか裁判官が答えるわけないじゃないですか、でも言ってますよね。おかしいんですよ。だからおかしいけど、そういう異常な状態についてやっぱり一言言わないと収まらないっていうこともあってですね、前やったのがいつでしたっけ、6月でしたっけ、2回目なんです。5月15日知れたんですよね、はい、本当にね。でも7月30日どうしてくれようかって気がしますけど、ね、そうです ね、 ね、そして、まあ、ひどい話かどうかっていうのはこっちも決めつけてるんですけど、あまり言うからね。でもひどい話じゃなきゃいいなって思いますけどね。じゃあ裁判所、ね、こちらの主張を取り入れてほしいですよね。やっぱさ、裁判所ってさすがだなって、公平だなっていうのにしてほしいですね。まあ、それが今までのね、若い韓国なんかを見るととてもおよそ信じられないようなものをガンガン出してますからね、はい、本当に。あんなひどいこと言ったけど本当は裁判長違うんだなって思わせてほしいな。全くです、はいね、そして西日本豪雨ですか、それの影響というものも有明海に対してあったようで、その漂流物が諫早湾まで流れ込んだというようなニュースもあったんですけれども、7月13日に、長崎県が諫早湾の干潟に移植して養殖していた平木、まあ、これは養殖、平木の貝自体を養殖するというよりもそこで産卵させるという目的で養殖していた平木なんですけれども、この3000個の平木がほぼ全滅していることが13日に分かったという報道がありました。で、まあ、新聞ではといいますか、その、長崎県の総合水産研究所の、まあ、担当者の話ということで、新聞に書かれているのは、まあ、その西日本豪雨で、筑後川からの淡水が諫早湾に流入したので平木が死んでしまったのではないかという記事になっていたわけなんですけれども、その直前にはやはり諫早湾からのその、まあ、排水門のすぐ目の前にある養殖場でしたので、かなりの、淡水が調整池からも排出されているということで、これはまあ一概にその、筑後川からの淡水の影響というふうには言えないのではないかなとは
思うんですけれども、なんで決めつけたんですかね。それがちょっとわかんない。腰尾だったからですかね。腰尾だから調整器って知ってますよね、調整器から出してやっぱり新聞記者の人がもう少し他の、ね、その研究者の方にも取材して、裏を取ってほしいっていうことではあるんではないかなと思うんですけどね。それはそうかもしれないですね、はい、であともう一つは仮にその筑後川からのその淡水の影響ということだったにしても、なぜその諫早湾の中にその筑後川の淡水がこう溜まるようになってしまったかっていうのは、やはり締め切りの影響なわけですよね。だから筑後川からの影響にしても、昔ならばそれがもう干潟でいろいろこう攪拌されたり吸収されたりする中で、その塩分濃度っていうものがこう淡水がこうなんていうんですかね、その直撃するようなことがなかったと思うんですけども、そういう淡水自体が諫早湾の中であるこうボリュームを持ってたまるようになったっていうことは、やっぱり諫早湾干拓の問題じゃないかなとは思うんですけれども、これでも流れとかそれで見えてたんですかね。その辺もいや、やっぱりあの記事は、あの記事の分析を鵜呑みにはできないと思いますね。やっぱり去年だって大雨だったじゃない、うん、で筑後川のところからものすごいあの流れてきて、佐賀の方なんかすごい、まあ、あの流木とかもすごい被害が東部の方とかありましたけど、それにしてもやっぱり、それで諫早湾が淡水になるぐらいだったら、七浦だって六角川の河口だってみんな淡水で、どこもかしこもですね、貝が死んでるぐらいにならんとおかしいと思うんですよ。そうですよね。やっぱり、そうなんですよね。佐賀県沿岸の例えばそのアサリ養殖場とかね、そういうところの違いに被害があったかっていうと、まあ、そういう話聞こえてこなかったりするわけなんで。そうなんですよね。もうなんか一時期、そうなんです、腰尾だから調整器から出せないんじゃないかって言ってたんだけど、結局で、出してたじゃないですか。出してます、出してます。データ見たら。特産も調べてくれて、やっぱし腰尾でも、うん、あのマイナス1メートルにしなきゃいけないからやばいから出しちゃったっていうのをメーリングリストに出されてましたけど、結局その100万トンとかですね、その6月末で600万トンが2日とか、7月入っても、それこそさっき見てたんですけど、7月の6日7日の2日で使わせて2500万トンぐらい出てるんですよね。何千って単位でしたよね、うん、そこね、はい。で結局あの昔のことを考えるとですね、雨が降った時はやっぱり川からどんどん流れてくるわけじゃないですか。そうですよね。だけどそれは諫早湾の奥とか河口から海に徐々に流れてきて、まあ、攪拌されたりすると思うんですけども、調整池、塩気堤防ができて調整池から短時間にドカンドカンと出るわけですよね。その100万トンとか200万トン あの排水ってせいぜい1時間とか2時間で出ちゃうんですよ、やっぱこういう時って。そういう形でそのあのすごくそのダメージが大きくなってるんじゃないかと思いますね。西日本豪雨の時にあの熊本の鶴さんがあの Facebook なんかで書いてますけども、ダムがあるとないとでやっぱり洪水の中身が違うっていう話がありますよね。だから調整池からの排水っていうことで、ね、余計その降った雨の量だけじゃなくて、あのそれが極端な形で一気に出てくるっていうことが影響してんじゃないかなっていう気がするんですけど、これはちょっとやっぱりもう少し ね研究者の人たちと、これをどういうふうに、そう、研究者の人たちに聞きたいですよね。はい、メディアもね、もうちょっと言ってたことを書きますだけじゃちょっとまずいと思うんですよね。ですよね、珍しいですね。大体そういうのがあった後に誰か大体その研究者の話っていうのがつくことが割と多いけど、ちょっとなんかね、今回これしかソースがないっていうのがなんかちょっとおかしいな、おかしいっていうか、まあ、いやなかったのか時間がなかったのかわかんないけど、ね、いかがなものか、共同通信さんと西日本さんなんですよね。まあ、あともう一つは、ね、ちょっと長くなっちゃいますけども、やっぱりこの平らぎに産卵させるため その養殖場を作らなければいけないっていうこの現実ですよね。これを団地なんか作っちゃう、平らぎの団地作ってさ、まずそこをこういう現実になってしまったのは何かということをみんなちゃんと見なきゃいけないなと思うんですけどね。そうなんですよ。干潟の生き物ってその塩水が来たり川の水が来たり温度の変化も大きかったりって、もともと過酷な状況なんだけど それでもちゃんと生きてたわけですよね。そうで、それが、あのね、
海の底で生きられなくなったからしょうがないからの平らぎの団地を作ったっていう、もうそのそもそものそこからおかしかったんですよね、うん、おかしいです、うんね、普通に取れてたんだから。というわけでこれも言い出したらキリ、はい、言い出したらキリがない。そのその私はこの間 のそもそもあの7月9日の行動の合間に漁民たちと海が良かった時の話を聞いていて、平らぎとかそれがもう本当に海苔の合間に取って帰ってきたっていう話をみんなから聞いて、揚げ巻きとかなんだって、もうなんかその豊かだった話を聞いてたから、なおさらなんかこのやつを聞いた時に何なんだこの団地と思いました。すいません、一人で喋ってて。いやいやと思います。はい、というわけで、この後はいよいよ来週7月30日に福岡高裁で請求義訴訟の判決が言い渡されるということで、その結果についてこのラジオでお知らせできるのはもう少し後になってしまうんですけれども、まあ、どんな判決が出るかまず注目していただきたいということと、まあ、もしその漁業者側が負けるような、あるいはその、開門のその執行という確定判決を覆すような決定が出た場合、一体そういうどういう理由で福岡高裁はそういう判断をしたのかっていうことあたりを ね、次回はしっかり我々もお伝えできるようにしなきゃいけないなと思っているところです、うん、はい、では、最後に番組に関するいつものご案内です、この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容などにつきましては Twitter や Facebook でお知らせしていますので、 Twitter のアカウント@radioainet RADIOAINET のフォローをぜひお願いいたします。 Facebook は有明海漁民市民ネットワークで検索してください。それから生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップします。生放送を聞き逃してしまった場合、あるいは過去の放送などは YouTube でお聞きください。それから iPhone や Mac などをお使いの方は Podcast でも音声の配信をしておりますので、ラジオ AI ネットで検索して Podcast の登録もぜひお願いいたします。次回は第40回となりますけれども、8月26日の午後10時の生放送を予定しております。次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思います。それでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。